スノーマンメグロレンと月球共演の有村霞まんまるめ元協調のシースルー前髪でイメージ激変、スパ、表紙に初登場。女優<ョ>の有村霞すみ、31が、20日までにファッション誌、スパ、シュプール、7月号集営者、の公式インスタグラムに登場。フランスの高級ジュエリーブランド、ブシュロンを身につけた装いの表紙を公開した。この日、同アカウントでは、 ハッシュタグ有村架純さんが「ハッシュタグスパー7月号」のカバーに初登場「ハッシュタグブシュロン」のアイコニックな「ハッシュタグキャトル部」を主役にしたスタイリングが内面の力強さと呼応します「書評紙の感想も聞いてみました」とつづり透明感のあるメイクとシースルー前髪に気品漂う数々のジュエリーを合わせた様子を披露ゴールドにマッチしたトーンを意識したコーデもエレガントさを増していて 普段のキュートな有村とは雰囲気ががらりと違って見える。そんな同アカウントの投稿に、ファンからは、かすみちゃんとても綺麗、かすみちゃんめっちゃ可愛いに加え、X では、ジュエリーが映える綺麗な指めちゃめちゃ美しいです。このかすみちゃんの雰囲気初めて、キャトル可愛いそして黒髪。すっごい美しいです。いつもと雰囲気の違うかすみちゃん、相変わらずか、じゅんちゃんの手は美しい、などの声が寄せられた。 有村さんといえば、スノーマンの目黒連さん、27、が主演を務める7月クールのフジテレビ月級ドラマ、海の始まりのヒロインとして出演すると明らかになったばかり。今回のスパー表紙では、世界中のセレブが愛用する、ブシュロンブのラグジュアリーなアイテムをふんだんに身にまとっていますが、圧倒的オーラを放っていて、まさにヒロインの風格が漂っていますよね。 モードな雰囲気のシースル前髪がいつもの可愛らしい有村さんとはまた違った雰囲気で、ナチュラルトーンのメイクながらも吸い込まれそうなほど目力が強いのがとても印象的。目黒さんと共演するガツキドラマでも、また新たな一面を見せてくれるかもしれませんね、女性誌ライター。夕村と目黒の共演は2022年公開の映画、月の満ち欠け以来。有村、目黒のファン。 そしてドラマファンの期待も高まるばかりだ。